TBS Radio presents Junk Wednesday Junk。 コマンタレブーということでございましてですね、どうしたの？うわ、いい。何がいいのよ。あ、おお、おお、はいはいはい、青井照彦です、ということでね、ラビーがね、あの稽古がまあ今年暑かったしね、大変でね、あの元気な人が倒れましたよ。で今日スタジオにいないんですよ。倒れちゃった。 CS がなかったらいると言い張ってやろうと思ったんですけど、あのありがたいことにテレビ始まっちゃったからね、バレちゃうから。あの立川もそれでね、一緒に倒れちゃってね。やっぱりね、これで僕は思いましたよ。20年小崎やってて、周りがね、元気ですね、いつも、はい、ありがとうございますってやってましたけど、とうとう寄るとしなみたい。相当あれでしょ、稽古も頑張ってて、頑張ってましたね。ちょっと倒れちゃいました。今年また暑かったしね、これは結構ほら、早もう一つ切ったとか前から言ってたでしょ。あれを聞いてて思ったんですよ、結構来てるなと。いや今日は倒れましたんで、私と有川君と鶴間さんでお送りしていくという次第でございます。本当にね、貧乏だったうちが父さん入れちゃったみたいな感じ。大変だよ。水曜ジャンク小崎で、わー。というわけでこんばんは、小坂井和樹です。有川です。はい、こんばんは、鶴間です。はい、今日有川君がいつもラビが座るとこに座ってます。かっこいいね。あれだね、有川も観光機やってんだよね。はい、やってます。元気だね。元気ですね、なんか倒れないの。いつも以上に元気なんです。申し訳ないです、ほんと。食欲もあるんですよ、さっき。どうして？ご飯は美味しいんですよね。なんか体調いい。体調いいんですね、びっくりする。ああ、まあそれに越したことはないですけどね。ああ、でもまあそんだけ頑張ってるということで、チケットを持ってる皆さんね、舞台で張り切る分ちょっと今日はよろしくお願いいたしますね。はい、許してください。俺は関根さんが好きで聞いてたのにって人もいるでしょう。でもね、こういうものがありますから。ドクターオパ関根です。素敵です。コマンタレブーン。あ、スタッフがよりによって選びました、ラビーの返答紙がありますので、使うときには使いたいということですね、有川君。はい、僕の目を見て話そうで、有川君。あ、それから、あ、これすみません、うちの家族からリクエストなんで、物を投げたいって。さあ、8月になりました、本当に。もう本当は8月ですよ。ねえ。すみません。大丈夫ですか？今ね、変なところに妻が入っただけです。風邪じゃないです。金曜日からいよいよラビーの観光機シアターが始まります。ラビはそれに向けてますから、後ほど観光機のメンバーも登場して開演直前情報をお送りいたします。まあ最大のニュースは座長倒れですけど、まあどんな経過だったのかなんて聞いてみたいと思いますが、今夜はラビの分まで私ムックンがみんなにやめろと言われている 120% 以上 120% のパワーでお送りしたいと。君は 100%。 やっぱりラビみたいに抜けないね、もう一つこのボケがね。いや、よろしくお願いいたします。今週の気になるニュース、ラビーが聞いたらびっくりしてね、はるかちゃん片思い、初主演舞台の大阪公演を控えた井川遥さんが、今片思いの好きな人がいます、その人に思いが伝わってないんですと発言したそうです。一体この遥ちゃんのハートをゲットしてこんな切ない思いさせてるのは誰なんでしょう。僕ね、勘繰りかもしれませんけど、いい決めかもしれないけど、関根さんじゃないかな。はい、なんかね、だって前から言ってるもん。関根さんなんじゃない。これで大阪っていうさ、東京離れたとこで夜ホテルに帰ってパッとテレビをつけたら関根さんが、おー、関根です、はい、あ、素敵ですとか言ってたんだよ。それ聞いて、やっぱ私関根さんが好きって思ったんじゃないかな。出たよ。出ましたね。浅井企画初の大スキャンダルだよ。大スキャンダル。大物女優との。羨ましいな。もう起き上がれないです。松下由紀さんが言ってくれないかな、片思いの人が言って。なんかリクエストしてますけど。俺も受け身になっちゃいましたね。しょうがない。今夜も3時までよろしくお願いします。さあ、家には本当に当店ポールが飾ってあります。京子さんがメインボーカルの曲、福耳です。10 years after。水曜ジャンク。小崎で、うわお、ね、お母さん、あれ買ったよ、あれ。何よ、もううるさいよね、何。黒沢敏夫の勝負飴買った。いやー、ブラヒモシューラシュッププ。
コサキンズリポート。私ムックン宙吊り、宙吊りなんですけどね、まあこの話はまだいいんですけど、この間の黒沢くん、ゴスペラーズの黒沢カオルくんがご結婚なすったんで、スタジオで僕らラビと僕でお祝いの VTR を撮りに来てくださって撮ったんですよ。でそこでいい体で洋服好きな黒沢くんおめでとうとか、また余計なこといっぱい喋ったんですけど、お電話いただきまして、その宙吊りの練習の最中なんですけど、もしもし、あ、もう披露宴で本当に受けてどっかんとか受けました、あ、僕の体のことまで言ってくれてありがとうございます、で、あ、でも忙しくて新婚旅行とか行けないんでしょ、あ、でもこの間ちょっとだけいただいてイタリア行ったんですって、だゼニアがいっぱいありました、あ、いっぱいあったな、でもサイズが全部でかくて僕買えませんでした、あ、そうだよねとか、本当にありがとうございます、で今度また小坂井さんもお誘いしますから遊んでくださいって、あ、お願いしますって言って、でちょっとホッとして、ああいうの分かんないからね、会場の雰囲気は分かんないから、ね、ビデオ撮ってるとこおかしくてもほら逆に迷惑かけちゃったりするでしょ、よかったなと思いましてね、でその宙吊りなんですけど、ちょっと黙って僕の背中をちょっと見ていただけますか、腕と背中を上半身脱ぎました、あ、なんですかこれ、赤くなってるんですけど、すごいあざのような、あざになってるんですよ、これね自分で分かんなくてね、バカだね、今度の舞台で酒井佳代子と僕が悪魔と天使で戦う時に初めてフライングをやるんですよ、アップルで、あんな天井低いのにワイヤーでこうピューって飛んだりするんですよ、クランって後ろに回ったりとか、宙吊りでワイヤーアクションやるんですけど、なんでそんなことってショーだからよ、そうですか、そうよ、でその練習したらね、そのワイヤーがこう肩幅以上あれば、はい、こうそこで回りますから擦れないんですけど、あそこ狭いんですよ、知ってでしょ、アップルってほら奥行きがないから、はい、ギリギリに作んなきゃいけないんですよ、そのレールを、僕と酒井がこう、はい、で僕は降参もしたいって言ったんですよ、そういうこと言っちゃいました、したらやっぱりその釣る幅が狭いわけですね、だからそう回転するときにこう、これは下手だからなったんですよ、こう手片手ずつ抜いていけばこうくるんって回るんですけど、いっぺんで抜こうとするからワイヤーがこう肩を摩擦していくわけです、シュッシュワー、その時にどういう声出しちゃうの、あそうそうそう、いろいろありますけどね、まあどうしてそんなことまでやるんだって今有川君に言われましたけど、調子に乗ってただけです、調子に乗っていろんなアイデア出したらみんながみんな本当言えないんですけど大きい声じゃ、でまさかやらないと思ったらすごい矢倉組んでくれちゃって、やらないと稽古場行ったらすごいことになってて、でくるくる回ると気持ち悪いんだよね、筋肉痛とかよりね、やっぱり、ま、やっぱ回るっていうのは人間がしちゃいけないことなんだね、いけないですよ、気持ち悪くなっちゃうんだよね、まだ与えてないですそれをずっとやってましたね、それで肩から二の腕にかけてるところ、なんか擦れちゃうんですよ、両腕擦れてますね、なっちゃうんですよ、で酒井ちゃんが心配で僕、これ僕次の日の朝にシャワー浴びて、歯磨いてたら女房が入ってきて、何どうしたのって言って、えっ、つったら赤くなってて、違うんだよって言っちゃった、違うんだよ、何が違うのわからない、何もやましいとかないのに余計なこと言っちゃう、違うんだよとか言ってしまって、逆に疑われちゃった、ね、大丈夫とか、痛くもなんなかったなって言って、面白いね、気がつかないと痛くないんだね人間って、じゃあそれからじわじわ、それから弱ヒリヒリ、いやでもそれはいいんですよ、はい、まあそういう練習してるんですけど、はい、で酒井ちゃんが女の子だから、はい、かわいそうだなと思って、はい、ノースリーブとか、はい、で次2日やったんですね一応、はい、違うスタジオ借りて、はい、酒井大丈夫かな女の子だからなんともなってない、まず肩幅がやはり女性だから僕より狭いっていうのと、はい、あと吸収剤がいっぱいついてるなるほどスポンジみたいですよね、摩擦にならないなんともないです、油の乗った吸収剤だ、油の乗った吸収剤です、だから油も乗ってるから滑りもいいからでもちゃんとくるくる回りますよ、境も怖がらずに、高所恐怖症なんだって、でそれ見て有川にやらしたいなと思ってどう、要するにね、人のね、人が普通の人が立った高さに足が来るぐらいの高さですよ、結構高いじゃないですかそこでワイヤーが両腰についてて、可動式なんで、はい、ってこう体重を乗せればグランって一回転できるんです、前にも後ろに、
どう？僕余計な動きしちゃいそうですよ、ね、そう思った、ね、変なことしそう、ね、うん、ね、危ない。やりたい？だ今回は仮面。いや今回は次回はやる。まあいつになることや。有賀君この席やっぱなんか変、変な汗が出ますね。ねえ、いつもそこ一つ違っただけで全部違うでしょ。ね、今日タッチ映ってないだけでいますんで。いるんですよ。うまく隠れてます、ね、はい、いるんだ。あ、これはなんだ。あ、さっきいっぱい試してました。すいませんでした。これ桃でしょ。桃です。ね、はい、君のお尻を食べたな。うん、結構甘いな。お前は甘ちゃんだ。うわ、汗が出ますね。ということで僕も頑張ってますんでよろしくお願いします。さあ、ラブサイケデリコです。素敵です。裸の王様。小田金城局。さあ今日はですね、開演直前、座長ラビがちょっと疲労で倒れましたが、ズンが来てくれました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ズンです。どうも、スタコラッツペッコリ45度イオでございます。よろしくお願いします。 いやしかしもう、はい、2人は元気だね。いや本当ね、逆に過労で倒れたいぐらいな気持ちです。倒れてみたいぐらいの。でもそれだけもう自分たちとかもかなり大丈夫だと。そうですね、手応えが。こう見えても時多分寝すぎて寝疲れってのあるんですけども。いや本当に、ね、なんだって。12時間ぐらい寝ちゃうと。この時期に寝疲れ。すいません。君座長が倒れてる時に。それはどうなんだ。はい、頑張ってます。でもどうだろう、そんだけやっぱ力入ってたでしょ。ラビもすごいですね今回。あの、まあ、ルーさんがいらっしゃらないってこともありまして、やっぱもう人一倍動いてましたね、うん、そう、あのマジな話しますけど、はい、僕は結構ねラジオとかですぐ痛いんですここがとか弱音吐くんですよ。、はい、近況報告にかまけて。ラビは言わないんですよ。そうですね。これは皆さん聞いてください。 あの人はね、あのスケベもスケベですよ。男として、はい、逆のそのねグッとした男らしいんですよ。そうなんですよ。愚痴とか言わないですから。そうなんですよ。しかも今回、まあ、お仕事で来れない方の代役もやっぱ、うんうん、僕ら若手のそれは仕事なんですけども、それでも足りない時がありまして、関根さん、まあ、座長がやるんですけども、座長あの女の子の代役までしてまして。ちょっとそこは座ってくださいと。そりゃくたびれるわな。すごいですよ。もうだからやりたいんですけど、やりたくてやってる。まあ、倒れたばっかり言うと、あの皆さん心配しちゃうと思うんですけど、はい、あの順調にこう別にこうね、はい、あの元気ですけども、はい、まあ大事を取ってということですからね、はい、あのよろしくお願いしますよ、はい、頼むよ、倒さすなよ。すいません。自分も言わない人なんだから察してあげないと。そうですね、自分手いっぱいで自分のことで、うん、分かる分かる、はい、うん、ただ外見えないよな。いや、よろしくお願いします。よろしくお願いします。でももう韓国人の方は、はい、あの皆さん期待してて大丈夫ですね。はい、僕以外は皆さんはいと言うと思うんですけども、僕も頑張ります。え、やつは。いや、どうなんでしょう、僕出てないんだけど。ごめんごめん、こんな発言ね、ちょっと腹立つ。いや、本当にどうなんですか。楽しみにしてる。ここで有川君、ほらビット大ギャランティー OK っていうことで。え、いやいや、稽古見てたでしょ。見てます。でそんだけ熱が入って、はい、ね、うん、頑張ってるの、はい、だ観光機シアターには期待してくださいね、大丈夫よって、はい、いうのはどう。来てね、見に、え。君も自分の出番しか頭にないんじゃないかな。僕本当にそうなんですよね、もうプレッシャーなんて今。どんなことすんの。それほど大したことはしないんですけど。はい、やってみな、一言セリフがあるの、セリフだけ言って、あの上級と皆さんつまんないから。セリフ、うん、セリフ言う、だけセリフはどうかな。言うとバレちゃう。あ、じゃあ楽しみにしてます。大丈夫です。ああ、さすが考えてるね。はい、よろしくお願いいたしますよ。お願いします。はい、あ、なんか口の紙とかね。すいません、頼むよ。ありがとうございます。相方、それにしてんだから。いいよ、相方代表なんだから。そうですね、申し訳ございません。全権大使だよ。はい、全権大使だな、お前は。はははははは、日本列島から来たぞ。ピヨーン、無事着陸。機内食はピーナッツ。え、機内食はピーナッツ。はい、千葉から飛んでる。さあ、パリッポリってことで、お知らせさせていただきます。韓国キーシアター16くどい、はい、サブタイトル
僕私立へ行きます、はい、今年もですね新宿シアターアプリにて、明後日ですね8月2日から本当明後日なんだよね、金曜日から8月11日日曜日までの10日間10回公演で行います、開演時間はですね日曜日の公演のみ午後2時からで、その他はですね公演が、午後7時からとなっております。19時ということですね。そうです、19時の街素敵です、ありがとうございます。前売りチケットなんですがおかげさまで全席、完売となりました。公演期間中に当日券を発売いたします。コマンタレブ各日程ともに、公演当日の午前11時よりシアタープルチケット窓口にて、発売となりますので詳しいお問い合わせはシアタープル、電話番号ですね東京 03-3209-0222。 もう一度言います。東京 03-3209-0222 までお願いいたします。三人よく鬼にと覚えてください。そうなんです、よろしくお願いします。お願いします。はい、そして、間に若手ライブあります。はい、あるんです。その後、はい、私がやらせて若手ライブは17日でしたっけ。17日からです、土曜日です。その6日後23日から、はい、小坂井君のお住まいでしょう18素晴らしいかな人生、坂井佳代子ちゃん松尾伴内君と共にやらせていただきます。9月1日までの10日間公演です。おかげさまで売れ行きが良くてですね売り切れてる日もございますので平日など残席少なくなっております。お早めにお願いします。開演時間は平日と20日の土曜日は19時、日曜日は両日とも14時、そして31日の土曜日だけ14時からと19時からの無謀だとみんなに言われる2回公演をやります。おー、すごいですね。ワイヤーも2回、ワイヤー2回、ワイヤー2回、そうか、食い込んじゃうんですよね。ワイヤーも2回か。いや昼の分はやめようかな。いやいや何言ってんですか。詳しいお問い合わせはシアタープルです。東京03-3209-0222、東京03-3209-0222まで誠心誠意務めさせていただきます。よろしくお願いします。そして、秋になりますと10月11日金曜日から20日までの10日間は天王洲アイルアートスピアで、ロンドンのコメディ作家マルク・カモレッティさん作ハッピーバースデーという映画をやります。映画じゃない、演劇です。はい、これはお芝居です。小坂井和樹、七瀬夏美、秋元直美、炎上ジャヤ、東美希久さんという素晴らしい方たちとやらせていただきます。頑張ります。不倫コメディでございます。あら大人ですね。大人大人大人よ。なんとおねたま言葉になるんですか。もう夏はワイヤーでぶっ飛んでハッピーバースデーは不倫でぶっ飛ぶよ。飛びでございます。東京音響03-3201-8116、東京03-3201-8116まで詳しいお問い合わせお願いします。チケットの方は12日から発売になっております。よろしくお願いします。さあそれではお便りをご紹介しましょう。まずはイラストですね。川越のドクチワワくん、あ、ドクチワワだ。シャカ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 、尻尾が鳴ってるわけだ。シャカ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 、ワンキャンクッチー、歯茎から血が弱い。歯槽膿漏なの？歯茎。はい。バン。ドクチワワの顔です。歯槽膿漏の。そうです。ドクチワワだった。あ、わかりました。ヒヒ見舞い申し上げます。アリシュー、飲みだらけヒヒ健山、虫ったけヒヒ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 グソ。もう俺暑さにやられてます。暑すぎて尻の割れ目に汗チロリ。これは何の意味で送ってくれたんでしょう。ヒヒも暑くて参ってるということでございましょうかね。どうですかこの絵を見て一言。うん、仲良しの友達に送るようなハガキって感じですよね。ああ嬉しいね。つまり僕たちの番組の仲良しの友達と、そうですね、仲良しの友達じゃなきゃ書けないことあるもんね。そうっすよ、ラビーの年賀状みたいなね。とても40過ぎの年賀状には見えないということで、はい、続いてこちら小崎上空そっくり写真コーナー。足立区ペンネーム秋竹城ウィズ、T8 郎トーボゲーでこの一流ビッグスターの皆さん、そして乙女心を持ったエロ中年の皆さん、こんばんは。こんばんは。君たちはまだ中年じゃないよ。いやいや、いかがですか33と4の。いや、壮年というの、それ壮年、ね、ありかい声が小さ い、 いエロ中年の皆さん、こんばんは。こんばんは。早速ですが新聞に工事富田さんが載っていました。小沢君5人目作った直ったないんだよ。5人目。
似てますね。これ落合のぶひこさんだ、作家の。あー、コージーさんやればいいのにね。似てますね。本当は作家落合のぶひこさんの本の宣伝広告の写真です。宣伝広告わかります。本人より。本当、お、札幌の渡部津君です。伊集院光さんの激痩せ写真を入手しましたので送ります。伊吹五郎ちゃんは今社交ダンスにハマっているようです。何これ。宇都鈴木ちゃんが高校野球に出ていたので送ります。高校野球の方は、これ 砂川北高校のエース鈴木くん。バカそうなエースだ。がっしりぽっしゃりじゃん。伊集院くんの激痩せ写真は森マンの森尾くん。似てますね。そう、あの本当に痩せた時もちょっと似てますね。はいはいはい、似てますよ。うどんも仕事だそうですね。言ってる時のことですね。うどんも男気あるからね。ありますね。秋田県仙北郡の池田正則君、一番男気ないのは山中さん。山中さん、まあそういう池田さん、うず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 。同じネタで、あ、同じネタを、うん、正則君と同じネタ、秋田県の菊池敏子さんもくれました。ビーチク天神クラブの皆さん、こんばんは。こんばんは。照れちゃってる。なんで照れちゃってる。天神くんチロリみたいな。さて、先日地元の情報誌を読んでいると、ネプチューンの名倉さんに関する記事が掲載されていました。やはり名倉さんは外人だったんですね。名前はかっこいいですよ。はあ、プロのフェンシング指導者としてやってたんだ、名倉君は。フランス人だったんだよ。ジャン・レノ・ラオカンっていうのが本名だったんですね。はあ、好きな言葉は何でもやるときは楽しくやる。似てる。これ名倉くんだよね。似てますね。頬の感じ。名倉くんでしょこれ。これ目といい。この痩せ具合と名倉くんですよ。何でもやるときは楽しくやる。名倉くんらしいじゃないですか。やるんなら楽しくやると。楽しくやるダンス。エンジョイエンジョイ。何事も掃除だってエンジョイジョイ。居残りだってエンジョイジョイ。終電で帰れますでしょうか、部長。なんだね、あの笑うまでやるんですよ。いや、これは相方。それ居残りじゃなくて残業でしょ。部長なら居残りだと先生って言わないと。あ、間違えた。ヤスメモってる。いや、メモらないよ。さあ、それでも一回。はい、そこ覚えてる。エンジョイエンジョイ。何事もエンジョイ。部長、いや、だから居残りもエンジョイっていう振りがないと。あ、じゃあ、すいません、もう一度。はい、お願いします。いちいちすり替わる。エンジョイエンジョイ。残業もエンジョイ。あの部長、最終電車で帰れますでしょうか。さっきは笑ってなかったんだよね。こうやって見てたんだ。もういいです、大丈夫です。ありがとうございました。すいません、本当に、ね、よくやってくれました。一つ宝物ができる。それプーマじゃないんだ。ウーマなんだね。バッタモン。そっちはドル札。あ、これドル札ですね。しかも偽札。偽札。これ2ドル札ですね。これ実際にないんですね。ないよね、2ドル、はい、2ドルないですよね、はい、これ裏返すとなんかあの、いや、普通不吉なお札らしいんですけど、裏返すといいことがあるみたいな意味合いがあるらしいんです。あ、不吉なお札だから裏返しちゃう、はい、裏返しちゃう、うん、いいね。ちょっと洗いすぎて薄くなってしまった。鯉の洗いはお味噌がいいですか。うん、きゅうりにつけてね。お味噌をね。鯉、はい、の話じゃないんだ。はい、ありがとうございました。千葉市の田茂部長さんです。先ほど言っていた電光堂のチラシの人が原秀子さんに似てるというのは本人ですと。あ、先週言ったんです、はい。東北地方の CM にウルトラマンの戦闘服みたいなのが来た原さんが出ています。先週小さかったんですけど、これ安倍恵子さん、のぼり別の彼女も、先週の放送で家電店電光堂の広告にコスプレした原田秀子さんが乗っていたというはがきに似てるけど違うと言ってましたが、本物ですよと。この大きさなら分かりますね。確実に原秀子さん。本当ですね。コマーシャルでは電光仮面の秀子さんという月光仮面風のテーマ曲に乗り大活躍をしていますと。やってます、ね、あ、やった、
捉えてますよ、ね、夫婦で稼いでますから渡辺博之君とね。でも渡辺君が俺が一生懸命働いて建てた家なのにさ、なんいろんなこと言うんだよなって、どこんちも一緒なんだなと思いますどこんちもって ラビーのうちというねなんかあの世間では原秀子さん渡辺博之さんもう芸能界自動士の席の そうですよ、ね、で地下に渡辺さん用のジムがとドラム叩ける部屋があって素敵だわと思ったけど、当の渡辺さんは俺が一生懸命さ稼いでさ寂しいですね。ラビーの言う通り、男は働いて働いて家族のために死んでいけばいいんですね。素敵です、はい、はい、お便りまだまだ待ってます。郵便番号107-8066 TBS ラジオ水曜ジャンク小崎インデワオで待ってます。水曜ジャンク小崎インデワオ、本日のスターティングメンバーを発表します。1番バスト高橋英樹、2番ネイル伊吹五郎、3番 DH 水野ハローちゃん。 DH って何の略？全部ヒップ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 。あ、先週5人勝ち抜きました、はい、マルヒテープはですね、送りましたよね。もう届いてると思います。届いたかな、宇都宮の高橋渡君。あ、靴替えて外国言葉渡君。もしもし。どうもこんばんは。どうもね、今週ちょっとラビーがあの、はい、張り切りすぎて倒れましてね、はい、僕とズンと有川君と鶴間さんです、よろしく。ズンさんもいらっしゃるんですか？え、ズンさんもいらっしゃるんですか？ズンもいるんですよ。ズンお願いします。はじめまして。あ、はじめまして。どうもお願いします。お願いしますお願いします。渡君、はい、マルチテープは届いた？届きました。どうだった？もうありがとうございます。一人で聞いてくれた？一人で聞きました。よろしくね。はい、あの間違えて消さないでね。あ、大丈夫です。もう MD に落としましたから、ね、あ、ありがとう。さすが17歳ちゃんと新しいもの使えるね。はい、MD 使えるかい？使います。え、MD 自体持っておりません笑われました17歳が使いこなしてるのに。ね、MD って何だと思ったの？MD ですか、ええ、私、まあまあドラゴンズだと思いました。あ、今日もよろしくね。お願いします。はい、6週目になりますからね。さあ、それでは今日の渡辺くんの対戦相手です、栃木県大田原市の悦子さん、女の方、三浦悦子さん、アルバイトお弁当屋さんでリスナー歴15年、30歳の方です。はい、こちらにファックスがあります。アルバイトしながらシンガーソングライターを目指している独身女です。もうみそじなのにって書いてありますが、そんなことありません。もうそういう時代じゃありません。ね、みそじなのは関係ないですよ。まああの、あ、何、15で大人みたいなのいるからね何、俺53ですけど、53でガキみたいなのうじゃうじゃいるよねどっちが偉いの俺ら関係ないの、味噌汁関係ないんじゃないの説得力あるね。よろしくということで、えつこさん、あ、こんばんは。こんばんは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。シンガーソングライター？あ、はい。あ、曲なんか何曲ぐらい書いてるんですか？もう、もう数えたことないですね。あ、このぐらいあるんだ。はい、よろしくお願いします、はい、じゃあ聞きたいことから聞きますよ。はい、今どんな格好してるか教えてください。全裸に油取り紙3枚貼ってます女の人が全裸に油取り紙3枚。もう勇気を持ってもう一歩踏み込みましょう。3枚はどこに貼ったんですか？油っぽいところです。いいね、彼女素敵です。ということで、油っぽい、ね、油っぽいところっていうとどこかな言うなよ想像してごらん。うーん、あさあ、いろんな楽器できるんですよ。あ、もう特別にシンガーソングライターだから楽器もできるということで、フルート、はい、あ、ちょっと聞かせてくれますか？あ、いいですか。あ、どうぞ。あの、杉良太郎さんの君は人のために死ぬか、ちょっと。おお、フルートで。はい、はい、じゃあやります。はい、
お君は人のために死ねるかポリスマン。いやいとんでもないですよ。綺麗な音ですね。ありがとうございます。ねでも悦子さんもいい声じゃないですか。あ、そうですか。ええ、クリアボイスではクリアボイスコピーを飯尾君から送ります。春を愛する人は寒がりさんってことってことで、ね、私は暑がりなんで。暑がり、あ、暑がり、あ、私も、油取り紙で反省します。ん、あ、もう大丈夫です。大丈夫なんで。さあ、似てるものはね、はい、山川えりかちゃん、はい、どうぞ。本当に似てません。大丈夫ですよ。どうもどうも、えりかですね。えりかですね。小坂さんに4人目のお子さんを作ってほしいんですよね。そうすれば家庭が潤うかなって思いまして、やっぱ一応芸能人は子だくさんが定番ですよね。定番といえばなさばな。おお、リズムが似てる。あ、絶対ね、困んないんだ、彼女も。菅原道真知ってるだろ、相当のやつだと聞いてますよすごいんだよ、うまいんだよな。あ、コーラの栓を開ける音お願いします。はい、いきます。ポンスッ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 。相方の中似てると思う。いいね、彼女。ちょっともう一回聞きたいね。お願いします。もう一回ですか。はい、今のは飲まれずに泡になっちゃったコーラの悲しさをやってるんでしょ。そうですね、そうなんです、そうです、深いよ。あ、有川さん、はい、コーラの飲みすぎには注意してください。あ、すいません、飲んでます毎日あ、我慢しなさい。そればっかり半分にしなさい、今までの。そればっかりは自己主張してるね。いいよ、いいことだよ。さあ、渡るくん。先輩が言ってんのに渡るくん、えつこさんです。はい、こんばんは。こんばんは。お願いします。お願いします。あの、有川さんのコーラのことですけど、僕もやっぱり同意見です。あ、そうですよね。二人に言われてるぞ。言ってられませんよなんだか今日強気だな。麻雀でいいことあったんですかねこの明るさ読まれてるぞさあ、それではね、悦子さんは合言葉どうしましょうか。シュラプププで。あ、シュラシュププでいいですか。はい、はい、ブラヒムシュラプププですね。はい、わかりました。渡る君は靴替えていいですね。はい。さあ、それではまずは深呼吸、二人どうぞ。ナマスホール深呼吸、うっすっすはー生まれる皆さんね、何の指導もしてないのによここまで。さあ、それでは合言葉です。せーの、シュラププププ。 OK、 頑張ってください。渡る君は6人勝ち抜きなのか、そして悦子さんはそれを阻止できるかです。今週は江戸川区の根岸俊秀君の問題も入っております。小崎に知ってる本、問題です。4月から始まりましたヤンさんのグラビアアイドルコーナー。今までスタジオに2人来てくれましたね。あ、渡るくんかな。つっかいて、あ、どうしようかな。どうぞ渡るくん。出てこい、出てこい。もう一人、吉岡美穂さん。正解です。あ、本当ですか。2人来ました。1人は小向井美奈子ちゃん。お、もう1人のグラビアアイドルは誰でしょうという問題だったんですね。うわー、よかった、当たっちゃった。これは渡る君自分でも認めるね。当たっちゃったってやつだね。当たっちゃったですね。うん、当たっちゃったダンス。ちゃったちゃった、当たっちゃった。すいません部長、そっちへ投げたつもりじゃないんですけどもだと思います。はい、さあ、悦子さん、はい、ちょっと渡るくんね、乗ってるんでね、はい、こういう当たっちゃうっていうのあるんですよ。はい、すごいですね。悦子さん今分かりましたか。あ、いえ分かんなかった。スピードがついてきなくて。あら、悦子さんの後ろにフルート仮面が、あ、田中健が映ってるうまいな参ったなさあ、渡るくん一点選手。次の問題いきます。問題、で、私がこれからやるモノマネの人物は誰でしょう、当ててください。どなた来て、いや、小坂さん来てた、恥ずかしい。あ、はい、渡る君。山本陽子さん。正解分かっちゃうの
恥ずかしい。恥ずかしい。俺今自分で恥ずかしいよ。だって似てないんだもん、ね。言ったこと言ったことを言ってるだけなんだ。だから渡るくんも山本陽子さんって辛いよ答えるほど山本陽子さんって言いたいもん答える人は渡るくん、はい、申し訳ない当たっちゃったとよく当ててくれた両方で、はい、勝ち抜きですありがとうございますはい、悦子さん、はい、ちょっと速さに勝てなかったですかにはあ若さってそんな関係ないのよカリスマあのもうフィジカルの年齢の時代終わったんじゃないのこれはマインドでしょ揺れてる揺れてる心が何歳かなんじゃないのそう思いますよなんか俺50過ぎたから若いって言われるもんねよろしくということで渡辺君、はい、よくやりましたはい、はい、じゃあ悦子さん、はい、この番組の恒例ですエール送っていただけますか、はい、あじゃ あ, あのぜひ10周勝ち抜いて、はい、スタジオに行ってください、はい、ケーキを食べてくださいはい食べますはい頑張ってくださいはいありがとうございますいいですね最後は大人の女性の頑張ってくださいっていう言葉17歳の男の子には刺激的でったでしょ渡君ああコマンタルブありがとうございます悦子さんあの記念送りますあ。ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。関根さんに早くお元気になるように伝えてください。はい。あのズンとかねみんなから伝えますよ、はいはい。はい。ありがとうございました。はい、失礼します。あれ写真ね関根さんのことも嬉しいねこういうリスナーの人が女性来て嬉しい。嬉しい。男は聞くよな。聞きますね。渡辺君。はい。ということで6人勝ち抜きましたよ。勝ち抜きました。またよろしくお願いします。はい。はい、マルチテープはあんまり聞きすぎるとね。はい、大変なことになるので1日3回までにしてくださいやべえ俺昨日7回聞いたあ有川のコーラと一緒だよ聞きすぎは体に毒ですよはいはいありがとうまたよろしくねはいお願いしますはいさあこのコーナーではチャレンジャーを募集しています電話番号に出るものはね聞いてほしいことを書いて送ってくださいというわけで、郵便番号 107-8066 TBS ラジオ水曜ジャンク小崎んでワオなんだけどああ次の曲ね実際今度ああ、まあ、セルフカバーですかしたんですけどもまあ自分80になってもロック歌ってたいななんて言ったらスタッフがちょっとやってみませんかみたいなどうしたのよって言ったら今メイクでできますよってバカ野郎お前俺がそんなないわなったよでまあ撮ったのこれなんですけど聞いてください矢沢永吉で、まあ、照れますけど鎖を引きちぎれですよろしく水曜ジャンク小崎んでわお花畑さん火の玉は存在するんでしょうか、そうですね火の玉が実際にあるんですね雪男はどうですかね、雪男はですねかなり寒い地域に行くとですねじゃあ雨男はそんなのいねえみなさんこんばんはこの時間は明日発売の週刊ヤングサンデーのグラビアを見ながら女性とは何か美とは何かについて考えていきます今週はドクターオーパー関根先生がお休みでございますがここにドクターオーパー関根先生がいるつもりで進行したいと思います、今週はこの方内山里奈ちゃんですドクターオーパー関根ですあもう言いましたからそれは先生今週はこの方なんですよだから内山里奈さんですよいいね彼女好きですかうわいいあそうですかどういう風にいいんですか素敵ですどこが素敵なんですかねなんだろうなどこから手をつけていいか分かんないということですねはいさあそれで表紙でございますドクターオーパー関根ですいやだから表紙に挨拶しなくてもいいんですよ開けましょうリナは1年ぶりにニューヨークにやってきた内山サマーアドベンチャー2002ということです赤いタイトなスリットの入ったドレスです片側の方だけに、なんていうんですか引っかかりがあるんですね引っかかりそうですね引っかかりですね、左の脇は無防備ということですがどうでしょうかこの脇に一言言うとしたらコマンタルブー何ガサガサ言いましたんです今なんかガサガサ言ってましたなかなか挑戦的な 目つきですよね素敵です、この目つきで見られたらどう言いますかおお。ねえ、有川君どうこの目つきは。ちょっとワイルドですね。ワイルドですね。めくります。あ、セントラルパークですね。
セントラルパークも5番街も気持ちよかったけれど、やっぱり少し緊張感があった。先生、こういう子を守ってあげたいですよね。はい。このショーウィンドウに行こう。化粧、やっぱ女の子ですから、ニューヨークの化粧品屋さんでしょうね、これ。ショーウィンドウに覗いての見てます。うっすら映る、このショーウィンドウの影と、実体の彼女。白いブラウスに黒のジーンズでしょうかね。どうですか。素敵です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 。え？素敵です。何指差してるか僕に。何か言うんですか？あ、素敵です。よしこさん。それは好きですでしょう。素敵ですじゃないじゃないですか。あ、ネット写真集が発売になるんですね。そんなに驚くの？あ、オッパ先生もネットとかやってるんですか？えぇ、ー、何が言うんですか。ちなみに今僕押し間違えました間違えちゃったあ、これ申し込むでしょ、これ。ああ、うわ、いい。またこの町からエネルギーをたっぷりもらってきましたと。さあ、内山里奈ちゃんは81年11月7日生まれでございます。どうして何で笑うんでしょうね。79、あ、56、79だよ。おお、血液型大型です。はい、あ、興味なかったですね、血液型には。今日のお昼ご飯何を食べたでしょうか。なんだろうな。桃だそうです。おお、桃。お昼ご飯、フルーツがお昼ご飯ってなかなかまた女の子らしいですよね。いいね、彼女。自分を動物に例えると何でしょうか。なんだろうな。自分動物に例えるですよ。ドクターオパ関根です。あ、それはあんたですか。リスですよ。はい。興味なかったんですね。さあ、リナちゃんが今一番欲しいものは何だと思いますか。なんだろうな。欲しいものですよ。なんだろうな。観葉植物の木だそうです。そんなに驚くこと。驚くことじゃない。どうですか先生、送ってあげたりしたら。おお。はい。送るそうです。可愛いよね、でもニナちゃん、ね、なんかすみません先生。ドクターオパ関根です。ちょっと僕の話聞いてくれますか。はい。ニナちゃんって、はい、僕の感じですよ、友達だと思って何でも話していたら、はい、ある日気がつくと、あれ俺のこと好きなんだなっていう感じしない？ありがとう。わかりますね。最初はさ、俺さ、毎月さ、あの女ひどい女だな、そんな風に思わない方がいいよとか言って、女の子そういうもんじゃないよ、そうかなとか、お前わかんねえよ、女じゃねえんだから、失礼ねえなんて言ってんだけど、ある日、あれ俺あいつのことが入っちゃったなって、そういう感じじゃないですかね。まあ、夢物語ですけどね。寂しい。結論です。さあ先生、ありがとうございました。では先生、先生の代わりに私が今日はリナちゃんに一言言います。友達でいてくれよ。いいね、彼女。いいですよね。いいね、彼女。ほら、この写真なんか特に。うわ、いい。これは、あ、これは、勘弁してくれでしょう。はい、先生ありがとうございました。ドクターオパ関根です。上から91、59、87、小池栄子。上から85、59、87、井川遥。上から89、59、85、大戸波。上から184、241、202、お車。上から94、58、88、高橋秀樹。上からオスオスピーチ、水野春夫ちゃん。桃尻プレイメイト大集合。小崎ビデオタイトルコーナー。あ、リナちゃんが見てる。リナちゃんが僕の好きなニューヨークに行ってる。イナリナはニューヨークが好きなんだ。僕はニューヨークが好きだけど、僕はニューヨークにはなれないもんな。バカですね。さあ、北県仙北郡の池田正則君です。小崎ビデオです。意外にもカラスは敬語で会話している。そう、分かんないもん。分かんないよね。そうかもよ。あ、俺たちにはあって聞こえるけど、どうも元気です。ございますか。ありがとうございます。酒井さんみたいな。お元気でございますか。は。花束で対戦相手を殴ったレスラー、花屋の出入り禁止。
あれね、女の子がもらったので、あ痛くもなんともないよな。で花びらが散るから派手なんだよな。えらいね、花びらって文句言わずに散るから。そうですね、文句言ったら逆にうるさいですけど、ね、花ってえらいよね。花って綺麗だねって言われない、人が見えないところでも咲いてるもんね。えらいな、調子こいちゃいけないね、やっぱな。調子こいちゃいけないですね、うん、反省しよう。こちらは、山崎だ雄大くん、函館の方。ビデオタイトル、日光ボウフラ軍団3日で解散。あの油をまかれちゃった。昔理科でなかったよね、ボウフラ。油まくとあの息吸えないって死んじゃう。頭いいよね昔の人、ボウフラ息してるの知ってたんだよ。油まいちゃったんだよ。だから調子こいちゃいけない、調子こいちゃいけない。ね、ケツから火がつくということですよ。どういうことなの？桃食べなよ。色変わってきちゃった。色変わってきちゃったから。もったいないから早く食べ。相模原市の村上敦君。木工用ボンドまみれのマントヒヒ。でもあれ乾くと透明になるからね。木工用ボンドはね、白いけど最初。あれなんで透明になるんだろうね。不思議ですね。酸化するのかな。一回とツルツルしてるんですよね。あの触るとね、そうそう、プラスチックみたいになっちゃう。あまり膨らまないこの話は。なんでしょう。え、ラビだとこれ、あれはさ、なんか言ってけ、うん、俺も木工ボンドみたいになりたいな。最初は白くて、途中から目立たなくなんだけど、しっかり彼女を止めてる。なんだ。いい仕事してるとか言う。杉並区の栗原隆文君、ちょっぴり恥ずかしい2個入り。これなんかおかしいね。なんかおかしいね。ちょっぴり恥ずかしい2個入り。なんか開けられたおまんじゅうが、あ、いやちょっとごめんなさい。どうしたの君。調子に乗ってただけです。ね。千歳市の柴田康則君。ムックマンとラビは若い頃の苦労は買ってでも城の教えを守って服とクラブを買う。あ、苦労じゃないんだけどね。好き、喜んで買ってるんですけど。手がつけられないサッカー選手。うまいねこれ、はい、二重の意味でね、はい、うまいね。こういうのはやっぱり前世紀の自分を思い出す。前世紀。いや、有川君やっぱねすごかったよ。あ、今もすごいんだよ。有川君はね、だあのよくみんなあの今有川のなんとかとか冗談で言うけど、あの飛行機と一緒でさ、あの頃はもう上昇のしてたのよ、今は水平気球、これが大事なのよ。飛んですぐ落ちる人もいない、君はずっと飛んでんだよ。飛んでるんでしょうかね。飛んでるよ、飛んでるダンス。ウィーン。エンジンはなんだ、俺のエンジンは。うん、ダメだな俺。そんなことないよ。神戸市ののりじもライス君、堀ちえみは小宝ジェンヌ。宝ジェンヌなくて小宝ジェンヌ。5人だっけ、すごいよね。大変だよね。でもこの今でね、あ、こちらは北海道恵庭市の洗礼希望林拓郎君。じゃ僕やっていいですかね。早田くんいいかな。ごめんね、今週は許してね。熊に勝ったおじいちゃん大集合。最近よく出るよね。いますよね。2人か3人いたよな。必死で戦いましたと。でもあれやっぱりすごくラッキーな人だよね。普通はやられちゃうよ、うん、言ってたもん。宇都郎さんはあの熊はなぜてる気なんだって。僕らがありピッて潰しちゃうのと一緒で、クマはえーって言うと顔取れちゃうから、ムツゴロウさん顔取れちゃうって言ったんだよ。怖かったんだよ。それ言われた後、ここ覗いてくれんっつって見たら、ボンクリの建物があって細長いガラスの窓があるんだよ。でその話を散々された後、小崎君だっけって、まだあんまり仕事ない子だ、小崎君だっけ、覗いてくれんって言ったら、月のアグマがあーって言ったんだ。あーって言っちゃう。本当に声出しちゃったもん俺、怖くて。怖いすね。このプールは水と片栗、水溶き片栗粉でとろみをつけています。何のために。とろみつけない。
これあのラビーのお友達 の目黒五人衆の話し家さんが、日本の波乗りは無理ですよね、あれね、あのあオフィシャーみたいな波来ないんですから、この間見たら片栗粉巻いてる人いましたってネタにしてたよ。たトローンとしてしばらく乗れましたけど、あの風が吹いたら固まっちゃって。おら、すいません。練馬区のシリコン君、自分は宇宙人だと言い張る近所のおじさん、今月も水道料金払えず。神戸市ののりしもライス君、マグロの頭をかぶったプロレスラー、欠点は前が見えない。どうかぶるのかな、あの上からかぶるの、正面から、それでずいぶん違うよ。口から見てんですか、ね、口から見るのかな。あ、この場合は頭からかぶっちゃって見えないね、臭そうだね。用途だよね、だから、食べたらあんな美味しいものなのにかぶるもんじゃないんだよ、ね、かぶるもんじゃないですね。そうなんだな、やっぱり適材適所なんだな。タイトルまだまだ募集しています。ビマゴ178066 TBS ラジオ水曜ジャンク小崎で待ってます。水曜ジャンク小崎でウォーは妙な興奮と嫌な絶叫と盛りのついた猫とまー踏んづけられたお杉の定期でお送りしています。なんて踏んづけられるのよ、踏んづけ返してやる、むぎゅー。これはですね、家でまたコーラを飲んでたんですが、うん、1リットル瓶、いや、ちゃんとコップに氷入れて飲んでたんです、うん、レモンは、レモンは入れてないです。いい、美味しいよ、レモン。美味しいですよね、輪切り。輪切りタッパーに入れとけばいいの。やります、うん、はい。あなた冷凍庫入れとけば、入れれば溶けるから、もう最高じゃないですか。最高、そう、はい、最高よ、します、うん、はい、種取っておいた方がいいよ。 ありがとうございます。あ、それですね。コーラを飲みながらちょっとテレビ見てたんですけど、うん、うちの奥さんがそのコーラ飲んだんですよ。あ、有川のコップから飲んだんですけど、うんうん、怒鳴りましたね。え？自分でびっくりしましたけど、なんでどうなった？飲むなよっつって。本当はどういう声出したの？飲むなよ。それ怒鳴ってないじゃん。これ以上は意味ね。 CD 大作戦前半戦、札幌の渡部祐介くん、渡部ユウ、あ、ごめん、あ、イオへ行ってもらおう。いやいや、すいません。で、あ、いやいや、いい、札幌の渡部祐介くん、渡部ユウ。嫌な海の家の店名ベスト3第3位、三畳一間。よだよだ、三畳一間ってなんかシャレっぽいじゃないね。そうですね。2位、ネオン町。ネオン町ね、昼間からちょっとつらいな。そうですね、海の家ってだいたい夜は開いてないだろう。はい、やってないですね。ネオン町か。1位です、サザンカの宿。オーナーが大川さんの大ファンだった。あ、親戚だったんですよ、ね、鼻が似てんだろうとか言うの。会津若松市のペンネーム藤井菊一郎くん、藤木くん、アイスの棒に当たり外れ以外で書いてあったら嫌な文字ベスト3。 3位、あなたの負け。負けかよ。そうです、外れより嫌だね、負けって言われるの嫌だね。嫌ですね。アイスの棒に当たり外れ以外で帰ってあったら嫌なものに、あなたの浮気は夢よ。これなんか心にやましいものがある人はドキッとするから、ね、それで思わず周りを見ちゃう。で、この数あるアイスの中からこの一本を選んだあのおばさんは何か知ってる。1位です、どうか私を捨てないで。でもこれもし書いてあったら俺やっぱりそのままだとベタベタしちゃうからちょっと水で洗ってカバンには入れとくな。正月はそうですよね。みんなにバレないようにしてるとポロって出たりするんだよな。何これ、いやちょっと捨てなくてさ。練馬区のペンネームベッペくん、ベペ。
嫌なマイク・タイソンの入場テーマベスト3。3位、ホッとした瞬間、シュンとした瞬間、どっちの時だって結局あなたを考えちゃうから。これちょっとナンパになってこうやって出てきてほしい。全員そうしますよね。相手はそれが余計怖いか。怖いですよ。怖い怖い。何かあるなって。だってマイク・タイソンの入場テーマだ。それでは登場です。マイク・タイソンさんに。これ花一輪持ってちょっと見上げてしばらくじっとしてから寂しそうに歩いてくる。いやそういう演出もあるんですよ、うん、マイク・タイソンの入場テーマ1位です。でもピカピカついてんだ。電飾もあるんですよ。でグローブもピカピカしてカーニバル。怖いよ。怖いですね。これ札幌の渡部佑介くん。わたゆスーパーマンの胸にある S の文字の代わりに書かれていたら嫌な文字ベスト3。3位 YMCA。 多いよ YMCA って書いてある。大学ですよ。でもいいんじゃない。あ2位サーチコS はあったよ。 SACHIKO サーチコ。すごい C に近づいてる。1位助けてほしいね。そうですよね。あなたがやらない。お前スーパーマンだな。タタタメガネパカ服を脱いだらあらオールヌード葉っぱが一枚空飛べず。壊せる前に聞きます。ザ・ベイビースターズで光へ。ですね、今日お昼ご飯で、冷やし中華を食べたんですが、うん、美味しいよね。美味しいんですけど、この時期ね。そこのお店の冷やし中華が異常に酸っぱくて、あうわーと思って。酸っぱすぎるの。酸っぱすぎるんですよ、うん、で食えねえなと思ったんですけど、あの残すのもちょっと怖いんで、うん、隣のテーブルに置いてお勘定して逃げるように借りました。意味ない CD に出したくせに後半戦何口ぐらい食ったの。もうすぐやめました。伊東氏の杉田ひろやくん。杉ひろやっぱり面白いね。違うね、あの悪いじゃないよ。違う、面白いよ、新鮮だよ。あす、うん、杉ひろとか言うでしょいつも。あビーだと杉ひろ。もう一回伊東氏の杉田ひろやくん。杉ひろ。映画ジョーズの怖くなさそうなジョーズのテーマ曲ベスト3。ジョーズ知ってるでしょ。ジョーズ知ってます。あんじゃ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 ん、怖いね。テリリーってさせて。それじゃ怖くなさそうなテーマ曲3位なんか背びれが出たり引っかかる。怖くね。怖くないね。2位これ怖いよ。怖いですよ。これ怖いですよ。なんか一匹じゃなさそう。あ、これ怖いっすね。それも同じ動きするな、みんなが。上手されてる。上手の怖くなさそうなテーマ曲1位です。怪我してんじゃん。肩ひれに桶持ってる。怪我してる。弱ってる。で涙出ました。ちょっとうるうる目になって泣いちゃう ね。そうですの。ペンネームまたえもんくん。真上ハローちゃんが自分の映画にボンちゃんを起用する理由。あ、余計寄せよ。汗かいちゃう。素人さんは怖いもの知らずだからな。だってハローちゃんが自分の映画にボンちゃんを起用するわけって、おっかねおっかね。3位うまい。うまいって何よ。演技だと思うんですけど。え、演技だと思うんですけど。つやぎって方。怖
なんか言ってよ。いやこの先輩もつやぎ呆れられちゃったこの先輩は。ボンちゃんを起用するわけ、ハローちゃんが2位。かわいい。あ、だってボンちゃんは映画評論家目指したんでしょ。今でもしてるもんね、うん、やっぱ支持したんだ、うん、かわいい弟子ですよね。大丈夫これ。ハローちゃんが自分の映画にボンちゃんを起用するわけ1位です。おへそがちらり。バカじゃないわ。このテーマと展開が面白いので上げましょう。またよくん上げましょう。あ、ずっと今日ラビがいつも言ってくれるから上げましょうって言ったんだけど、バーって笑ったのは上げます。そんな思い出した。すみません。さくら市のペンネームハローチツーくん。ハルツツいらないよ。ハルツ、すいません、ツーっていうのが。すいません先輩。面白いな。面白いな。ああ、いい、面白いよ。本当に面白い。ミニモリのミニモリのメンバーにこの人が混じっていたら嫌だなのベスト3です。3位、ルオシバ。カッコちゃんです。ジュージちゃんです。カッコ、これあったこれいいよ。いいじゃないですか。これユニットしようよ。おかしくないですね。おかしくないです。ミニモニルーって、うん、いや、ありそうですねこれ。カピーってやつやつ、ね、噂ですよね。どこでもはめ込みます。みたいなこれ。みたいですね。ミニモニのメンバーにこの人が混じっていたら嫌だな2位は、冠二郎さん。カッコちゃんです。ジュージちゃんです。フィア。1位は小倉一郎さん。カッコちゃんです。ジュージちゃんです。これだってこれ一曲歌うときに何本折れなきゃいけないんだろう。ステージ成り立たないだろう。やっぱルーすごいな。ルーさんいいですね。もう一回聞きたいですね。ぴったりだよな、リズムもな。でも本当にこれやるともっとやっちゃうんだよ。伸ばしちゃうね。このぐらいがいいんです。これです。カッコちゃんです。ジュージちゃんです。はい、痛いな。やりすぎ、ずっと。やりすぎちゃう。多分一生懸命だから、カーゴちゃんです。カー。カーがいい。やっちゃう。伸ばしちゃう。上げましょう、ハローツーもね。のしろじの渡辺淳一くん。ナビチューン。味のイメージソングいろいろ。しょっぱい。サンドバッグに。噛んで消える。しょっぱそうだね。シャツ酸っぱい。愛は愛とて何になる。悲しいな。悲しいね。まったり。名前もお金も惜しくない三平さん。プレスリーのつもりだったのに三平さんになっちゃう。辛い。君の可愛い笑顔を。君の涙を。辛いね。続いて激辛。すごいな。苦い。I see trees of green. 胃薬。Red roses too. I see them bloom. あの胃薬の粉やつを水で飲んだのに舌の後ろにあの玉に残って玉になって残っちゃう。苦い。甘い。君は 100% 信用。カルロス・ソシ君。味のイメージソング。アマスケベ。ケイコケイコ。アマスケベ。あげましょうこれ。アマスケベ。アマスケベ。味のイメージソング最後はムミ。味なし。
これ純さんじゃん。ひどいな。酒井さんもひどいんだもんな。スパイダースってさ、ハモってたと思ってたろみんな。ユニゾンなんだよ。純の声でさ。純さん。あげましょう。あ、もう一つ渡辺純一君。ナビ純。モーニング娘。に聞いた男性有名人の印象ベスト3。3位、さだまさしさんの印象は。神よ。2位、神田川敏郎さん。モーニング娘。に聞いた男性有名人の印象ベスト3。1位です、奥田智明さん。そうかいだな。というわけでございまして。というわけで。というわけで。先輩。どうしたらいいですか。ダメですか。あ、じゃあ宛先言ってください。はいはい、はい、分かりました。やすくんお借りします。宛先はですね、郵便番号 107-8066 TBS ラジオ水曜ジャンク小崎電話までお待ちしております。へーらへーらへーら、シポスパパ、ポストにポン、私、飯尾でございます。水曜ジャンク小崎でわー、お客様の中にお医者様いらっしゃいませんか。あー、君、あー、お医者様ですか。 No, I'm おかわり。小崎ヤングブコーナー。小崎のヤングに見える人たちをフィーチャーしているこのコーナー、今週登場はこの2人。中島です。宿和です。ロッコスマイルです。よろしくお願いします。お願いします。ここは町の美容室ウィン。あ、いらっしゃいませ。お客様、今日は予約の方なされてますか。あ、予約してないんですけども、あのたまたま雑誌を見ましたらですね、ここの美容室の店長さんがすごい腕がいいっての聞いてきたんですけども、はい、もしよければ今日切ってもらえますかね。あ、多分大丈夫ですよ。あ、そうか。今店長さんの方呼びますんで、はい、少々お待ちください。お願いします。店長、店長、はい、お待たせしました。今自分でちょっと今自分で自分呼びましたよね。大丈夫ですか。大丈夫です。ほら、こちらにコンクールの賞状がたくさん飾ってございますでしょ。あ、カットコンクール全部1位ですね。はい、まあ確かにあの雑誌に載ってる時点でまあちょっと信頼してますけども、ただこれね、人気店なんで今日切ってもらえますかね。僕たまたま予約の方がキャンセルになったんで、はい、大丈夫ですよ。本当ですか。ええ、あ、じゃあありがとうございます。よろしくお願いします。どうぞこちらの席へ。あ、ラッキーだったな。よいしょっと。お客様、本日はどのようなヘアスタイルになさいますか。そうですね、あの久保塚洋介みたいにちょっと単発にしてもらいたいんですけど。あ、久保塚洋介、はい、いいですよね、はい、こう女はべらかしてこうなんていうんですか、サングラスかけて、はい、いつも帽子かぶってて、はい、雰囲気ありますもんね、はい、山本慎也監督。あ、どこでか、いや、すいません、今変わっちゃいましたね途中で、はい、いやいや雰囲気ありますよ確かに、はい、慎也監督も、はい、確かに久保塚洋介って僕言ったんですけど。あ、大丈夫です。大丈夫ですか。大丈夫ですよ。お願いしますね、はい、はい、お客様、あの、はい、切る際に上着の方どうなされますか。はい、あ、そうですね、ちょっとこのジャケットに髪の毛かかっちゃうと嫌なんで、はい、じゃあこのジャケットだけちょっとかけといてもらっていいですかね。かしこまりました。はい、はい、こちらカバーかけます。はい、苦しかったら言ってくださいね。ちょっといいですか。はい、そうですね、これジャケット、僕のジャケット今カバー代わりにしてますけど、はい、いやいや、髪の毛ついちゃいますから。いやいや、かけといてもらいます。大丈夫ですよ、それ僕買い取りますから。いやいや、売らないですよ。はぁ、あ、この店おかしいわ。すいません、帰ります。あー、お客様、え、すいませんでした。当店大変不手際がございました。いやおかしいですよ。当店大変ね、言うんだったら。マニュアルにはないサービスがございました。あれ、いや、マニュアルにはないサービスって何ですか。あ、すいません、すいません。大丈夫です、腕は確かですから。いや、まあ、はい、どうぞ、大丈夫です。お願いしますね。それじゃあ、ジャケットの方はハンガーにかけるとしまして、はい、こちら普通の方のカバーかけますね。最初からそれでいいじゃん。最初からそれでいいし、苦しかったら言ってくださいね。まあ、いや、大丈夫ですよ、はい、はい、お客様、カットの際に、はい、雑誌とか読みますか。あ、そうですね、じゃあお願いします。はい、はい、そうしましても、はい、雑誌を見ながらですとこう手元が狂いますよ。いやいや、ちょっとちょっとおかしいですよ。いや、あなたが読むんじゃないですよ、はい、
いやだってお客さんが読むんですよ。読みますかと聞いたらお願いしますって言うから。まあ言葉のままそうですけど、はい、まあまあすみません、ただね、はい、すみません僕ちょっと時間ないんですよ、この後、はい、友達と約束してるんで、あのすみませんどうでもいいんで、はい、あの髪の毛切ってもらいます早く。それではようやくカットの方入らさせていただきます。それ俺のセリフね、それカット入ります。お願いします。チョキ、はい、お客様こちら一通り終わりました。早えなおい、ええ、いやさすがにこれ綺麗って切れてる。え、あとシャワーで髪の毛洗い流すだけなんで、はい、横に弓なりになってもらえますか。すいません、ちょっと辛いんですけど。辛かったら言ってくださいね。はい、辛いです。大丈夫です。いやいや、ちょっと言ってんだけど。いやいや、辛いんですけど。あ、はい、どうぞ終わりました。落としてください。はい、はい、いやいや、おかしくないですか普通ね、はい、頭シャンプーするときってこう前とか後ろとかじゃないんですか。逆さんね、人を見た目で判断しちゃいけねえよ。これ呪われてます。ここすいません、僕ちょっとやっぱ大丈夫ですか。お客様一通り終わりましたので、はい、お会計の方よろしいですか。あ、はい、わかりました。いくらですか。190万円です。お、高えなおい。じゃあ190円。安いなおい。あげるよ。くれんですか。うん、ありがとうございました。ありがとうございました。どうもありがとうございました。ウィーン。いや今日も儲かったな。以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、なんか怖くて面白い世界だね。怖いね。肋骨の世界ってのは怖くて面白いんだよね。そうなんですよ。ホラーホラーファニーというか。ホラーファニーでございますか。はい、ありがとうございます。怖い怖い怖いよ結構やっぱ。あ、でも時間帯的にもしかしたらマッチングしてるかもしれないです。はいはい、ホラーファニー、はい、ちょっとワクワク感を狙ってみました。あ、ワクワクしてきた。次はこの人何をするからな。あ、そうですか。ちょっと柴田さん途中ねネタの最中に、柴田さんの目が本当にいってたからもう大丈夫かなと思ったんだけど、まあ無事に、あ、はい、ようやく、はい、はい、そうですね、ありがとうございました、はい、だって言われたら正しいんだもんね。カットのさんに漫画読みますか。はい、お願いしますって言ったでしょって。あれ言われたら本当に鳥肌立つよな。この人普通の話できないって。大体宿場はねおかしいんですよ。あの通りだと思いますよ。君は誰。私12個上の飯尾和樹。え、そんな上なの。そんな上じゃない。僕ら今25なんで、はい、失礼いたします。8個上です。すまない12個ってあのこの前2人でパスタ食いに行ったんですよ。うん、ほんであのトマト2人でちょっとこじゃれたとこ行っちゃいました2人で。うん、ほんであのトマトソース系のパスタ頼んだんですね。うん、ほんでまあ頼みまして食べて、おお粉チーズがテーブルなかったわけですよ。うんうん、でお前粉チーズかけなくていいの。あ、僕粉チーズ大好きだやつ。おじゃあもらおうか。はい、できればっつって粉チーズもらっといてかけずに全部食べちゃったんですよ。はい、それはごめん、あのすごくただ聞いちゃいますけどなぜかけなかったの。いや僕の中でかけたつもりだったんですけど全然かけずに粉チーズ目の前して全部食べて、はい、だからなんか飯尾さんに言われてすごい損した気分になっちゃって、はい、味はしてたのチーズ。しないですね。はあ、ちょっとねおかしいとこありまして本当に。でもよくなかなか後輩思いじゃないね。もちろん送ってくれたの。そうなんですよね。いやもちろんあの値段チェックしてからですよ。左ページは無理だぞって言いました。いいな、いいよ、偉い。いいよ、もう後輩に怒るようになったか。いや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 、ああでも、まあ、ちょっと安にも借りたってのはありますけど。同じ給料なのに借りる時あるんですよ。どういう使い方してんのか分かんないんで。まあまあ確かおごってるってのもあるかもしれないですけど、まあ情けないんだ。まあ1日前に2000円借りるとかですね。そんな値段借りたテレビ前にね。そうなんです。あ、じゃあゆうさんお金返しますよ。いいよ、貸したの貸したの。いやいやいや、そのパサ代ってことだろ。そうですそうです。いいってお前1000円も言ってないんだから一人。かっこいい。かっこいい。かっこいいな。1000円も喉から手が出る時あるだろう。持ってられる。今あの時の金があったのってな。本当にまずだって僕だってそうだったもん。そうですよね、給料前なかったよ。300円とかさありました。本当ありましたよ。ちょっと2時間前早く出て歩いてたことありますもん、うん、僕。あ、そうだよね。あります。そうそう、一駅歩いたり。一駅ですよ本当に。また森が失礼なやつで、森にご馳走した時にですね、うん、もう2000円もなかった。1500円ぐらいしかなかったんですよ。ほんでラーメンご馳走しまして、うん、あの浅草で苦労してる時ですね。下積み時代です。エネルギー食う前の、うん、大井町なんですよ。あの一緒の駅なんですね。ちょっとボーっと帰ってきまして、うん、じゃあラーメンでも食いに行くかっつって、で多分もうお金ないのを察したんでしょうね。ラーメン食べたら、飯尾さん、あの自分で出しますんで餃子食べていいですかって言います。まあいいけどさ、その時頼んでました餃子。それはそうするつもりだったんでしょ。
ラーメンは。ラーメンご馳走するんです。でも餃子も払えなかったんですね。ああ、そうなんですよ。森も言い方だよな。そうです。ビールと餃子でもう大体1500いっちゃうじゃないですか。森が言えばいいんだな。森さん、じゃあ俺餃子怒っちゃいますよ。そうですね。分かってる。自分で払いますから餃子食べていいですよ。そしたらなんか食べないでねって言ってるみたいだもんな。そうなんですよ。餃子は僕のよって。本当ですよ。本当に一個もくれなかったですよ本当に。何むせてんの。ちょっとお茶いただきます、ね、はい、はいはい、不思議だねみんな。いやズンも不思議だけどね、ロックスも本当不思議。さあ、はい、イベント夏のイベント、はい、お願いします、はい、今回のしくわさんが、はい、漫画日本昔話風に言うってことなんで、あ、いいですね、はい、じゃあしくわさんお願いします。よろしくどうぞ。坊や良い子だねんねしな。もういいっつってんのにビールごちそうする田舎の人みたいな。昔のことじゃった。おい夫、ちょっといいですか。おら志賀さん、はい、まあ、気持ちよくやってるの分かるんですけど、うん、いや、あの夫が出てきた時点で、うん、あの告知だから。あ、そっちでいいの。いや、どっちがあったの。どっちがあったの。浅井企画爆笑お笑い祭り8月17日土曜日新宿シアターアプルにて。気になる出演者はキャインさん、ズンさん、アサリドさん、エネルギーさん、まだまだいますよ。メガドッグ元ブラジル代表ジュンコ、チョイチャック、バカオジ、浮世絵師、そして僕らロッコツマニア。チケットの方はまだ若干の余裕がありますので余裕でお買い求めください。いや、余裕じゃダメなんじゃないの。早めにね。なんでやねん。は？いい加減にしろ。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。以上です。以上です。17日お楽しみに。はい、おなきにやむこなれた。ありがとうございました。お願いします。ほざきんで。わお、腹減った。小林薫のもぐらどんぶりです。ベロの先しんみりいたします。小ざきん上曲パート2。しかし嫌だね、男ばっかりだよ。暑いですもんね、なんか夏の合宿みたいな。部活みたいに。男7人ですよ。その前に何つけてるんですか。答えだよ。さあ、情報局です。旭川の加藤貴博くんです。死ぬまで妻を愛する会の皆さん、こんばんは。こんばんは。はい、はい。昔の読売新聞に出川哲朗さんが出ていたので送ります。どっちが猿だか分かりません。玄関猿山大乱戦と。昔なんですねこれ。日本猿47匹の健康診断と赤ちゃん猿への入れ墨作業を行いましたと。厳しい冷え込みの中だったが必死に抵抗する猿に職員は汗だくでしたと。あ、飼育している日本猿ね、あの白石動物園が。健康状態確認するためにやってあげてんだけど、はい、サラやっぱ嫌だったから出川君が必死でやってます。最高だ。似てるね、この角度と、ね、小猿を抑えてる人ですけども。やばいやばいよやばいよやばいやばいよ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 元気だよ。似てね。福岡の泣き顔でスマイル君。6月20日の西日本新聞で勝俣邦和さんもしくは田中義武さんが太鼓を叩いていたんです。もしくは二股です。どっちかなこれ。どっちもどっち。どっちだこれ。これどっちだ。どっちかというと田中さんかな。そうですね。これ何何太鼓和太鼓を叩いてるんですね。大分県これ久住町って言うんですか。そうですね、特設会場いいですね。大分、大分美味しいんだよね、フグとかね。あ、湯布院ってとこだって。サワチ料理、あ、間違えました、もう関係ないですね。おい、はい、すいません、店長さん呼んでください。店長、店長、はい、お待たせしました。いました、いました。いた、よかったよ。まだいたよ。まだいてよかった。入間市のナイトオブザナイフ君。皆さんドライブゴーゴー、ドライブゴーゴー。さて最近はいろんな携帯の着メロが出ていますね、はい、なんと水野晴郎さんの着メロボイスが出ました。水野晴郎さんの着ボイスは自分自身が解説者として出演した映画番組や自らが手掛けた映画シベリア超特急を元にしたもので、いや電話って本当にいいもんですねとアレンジされたものや、さあ行きたい、ちょっと出てくれなどといった着ボイスがあります。ここで皆さんもう一度水野晴郎さんの着ボイスしてみるのどうでしょう。本当なんですよ、ね、これ
詳しくはアイモード J スカイイージーとイージーウェーブの向けの着信メロサイト、え40メロメロミックス、そうです、ね、にてあるんだ。ではではさんじゃねえや、ハローちゃんの声が、へえ、あっ、アイモードの着メロサイトであるそうです、うん、電話ですよ、出ないのとか言うのかな、ちょっと出にくいですね。ボンちゃん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 パカパオ、それは言ってないです。何が届いたか分かんないの、すっごいもんだよ。なんだろうか、なんだろうか。お、大月純子さん、洗礼希望40歳の方、小金市大月ん、エロ親父の皆さん、こんばんは。こんばんは。私はリスナー歴18年になろうという若ババアでございます。7月26日の金曜日、東京芸術劇場で市村正親さんの海の上のピアニストを見てきました。あ、そう、今もいっちゃやってんだよ、一人芝居だよ。あの海のピアニストもともと一人の舞台なんだって。それを映画にしたんだって。トランペッターが語るんだって、こういう男が友達だったんだ。ピアノ弾かないんですか、あれ。ピアノ弾く人は別にいるんじゃないかな。うわー、すげー。そうそう、それを映画にしたらしいんですよ。芝居は素晴らしかったです。シンプルなセットが市村さんのセリフと動きで船のあらゆる場所になり、市村さんも瞬時にいろんな人になってしまう。とても引き込まれました。ラストは涙がこぼれました。8月のアプリも拝見します。どうかお体に気をつけて。どうか比べないでください。いっちゃんの舞台とは比べないでください。質が違いますから。いやいや、ワイヤー上がりますから。いやいやいや、弱っちゃってさ。こちらワイヤー言い出したら本当に用意してくれちゃってさ。それは無理ですねとか言ってくれるからと。あ、そうですかって言われちゃった。はい、いっちゃんも頑張ってくれてます。いっちゃんもね、忙しいからね、いっちゃんも本当に。もう次も決まってるし。うわ、ビッチ、モーツァルト、ミュージカルモーツァルトの、モーツァルトのお父さんの役とかさ。今度モーツァルトのお父さんですか。すごいよ。参っちゃうよ、みんな働き者で、ね、働き者ばっかりのこの番組、ね、いいことですね、はい、今のコマーシャルと同じ浜ちゃんがね、この会社忙しいだろう、いや、心を滅ぼすって書きますけど、今よりいいですよ、いい会社だな、あの会社な。あ、暇ってやだよな。なんで僕の髪見たの。いや、そうだろう、俺、僕もやだったもん、暇の時は。毎日、そうだろう、毎日毎日な。予定表もらった時に週に1日しか書いてないんだもん。そうなんですよ。それこれ一回全部書いてあったら嬉しいだろうなと思ってさ、ね、買ってたね、全部書いてあると2日ぐらい休みてえなって。あ、そうなる、わがままなんだよ、そんな時はな。徹夜疲れたとか辞めたいとかそんなこと思ったら徹夜死ね。これだよ。そうですね、これだよね。はい、まだまだハガキいただきたいと思います。郵便番号107-8066、 TBS ラジオ水曜ちゃん小崎電話で待ってます。そうだよね、有賀くん。はい、おえ、送ってね。うん。小崎で、わお、オールバック、ピタピタの服、あいつは誰だ。わてはスティーブン・セガールやねん。それではセガールさんに戦っていただきましょう。まずはじめは一般人数人を相手にして強さをアピールしまんねん。手作り爆弾で敵を飛ばし1対1になったら右手にナイフ。自分より弱そうなボスを早めにやっつけますせ。ちなみに1人目の妻は日本人、ついでに今の妻で3人目。わての夜は沈黙どころやないで。そんな映画が近々公開。男同士で見に来てや。このコーナーはワンフレット。今週のお題は、放題。放題。あ、意味で放題。そういうことですね。あの最近映画のほらタイトルってそのまま英語が多いじゃないですか。はい、はい、でもほら日本語のタイトルがついててやっぱりちょっとホッとするでしょ。はい、分かりやすいかったりね。はい、するじゃない。はい、そういうことですよ。分かりやすい。いきましょう。八王子のラジオネーム丸福くんです。ダイハード、あれはダイハードでみんな覚えてるよね。はい、放題つけてくれましたよ。小坂井一樹 120% 張り切る。ちょっと似てるかな。似てないよ。似てるかい。似てますね。似てる。指示伸ばすんですか。
似てるとこ分かってますから失敗旭川の満と日々一万の満に扉の戸に稲の日にファイヤーで満と日々バーン。スターウォーズの放題、はい、スターウォーズはスターウォーズでいいと思う、つけてくれましたよ、宇宙最悪の親子喧嘩そうなんだよな。そうだよな。そうなんですよ。結局親子、すごいとこついてますね。あれファミリードラマだもんね。そうなんですよね。そうなんだよな。いいな。あげましょう、これうまいですね。なんか哲学を感じますね。ファミリー映画なんだよ。身近に感じましたね。あ、ヨーダだ。なんかヨーダ。なんかヨーダ。ヨーダ。ところであの有賀天千代くん。スパイダーマンの放題、え、ニューヨークブランブラン男見るから見る。でもあれやってみたくない？できたらありかやつ やだ嫌です絶対に、うん、コーラ1年分あげるって言われた1年分ですかもうコカ・コーラが直々にあなたに契約して、あ、終生、うん、もうあなたが生きてる間あの十分なコーラを送ってくれるの。やります。アリカにとってコーラってすごいんだな。すごいですね。スカイダイビングもしてくれって言われたからコーラ、コカコーラってついてるので降りてもらう。で年3回でいいです。その代わりも全部コーラ、うわー、新鮮に出るために送ります。スカイダイビング、スカイダイビングですもんね。やりますか。のしのしの渡辺純一くん、意味ねえ放題、コレクター、これがヤクミツルの部屋だ。コレクターですかね。インディ・ジョーンズ、はい、面白かったよね。次フォーができるそうですけど、キリンラガの CM は別撮りでしたが、これは違います。放題じゃない説言い訳のしろしの渡辺純一くん、ロボコップ、バケツ頭野郎の戦い。子供のひどいな。トレマーズ、知ってます、あの地下に変な、あ、下からもそもそっとこれいいね、楽しくなります。葛飾区の引き大輔君、ジョーズフカヒレ争奪戦。いやタイタニック、僕これ好きですね。タイタニックの放題、またおばあちゃんが昔の男の話始めちゃった。確かに昔の話、これ確かにそういう話ですよ。あ、そうですよね。あれさ、よく考えるとさ、最後のおばあちゃんがさ、女には秘密があるのよ、誰にだってって言うじゃない。そうかよ、分かったよって感じだよね。いい面の顔だよな、今の旦那さんの。黙ってるんなら黙っててほしいな。確かにそうですよ。女には夫にも言えない秘密があるものなのよって、なんで威張ってんのもちょっと知りたたきたいですね、そういうの知りたたきたいね。どういう風に叩くの、ヤス。バチ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 。それは違うよ、叩き方じゃないかな。, 笑ってますけどヤス、赤くなって。ペンネーム、赤田光くん、岡山市。あ、メインブラックの放題、はい、ハイテクタモリクラブ。エロいね。誰に今ありがとうございますって言ったの。いや、今エロいねって言ってくださった、タモリさんにね、はい、岡山市の吉岡正俊くんです。007シリーズ、うん、スケベスパイのウハウハ大冒険。確かにそうだ。黒磯市のお笑いループ中毒、放送作家志望、頑張ってね。アイアムサムの放題、俺アゴイサムです。うまいな。なんかそうかもしれないと思ってしまうところすごいので、あげましょう。さくら市のハルツー君、千と千尋の神隠し、はい、ここで働かしてください。うるさおだまり。小綺麗な紙芝居。おいおいおい、紙芝居確かにそうだけどね。まあ、小綺麗なんてもうね、あのアロチツーがちょっとね、毒があっていいんですよ。生きる、黒沢明から、ね、生きる名画ですよ。鼻歌じじい。命短く。言い方ねえだろ、一生懸命やってんだから。ナイトメアビフォークリスマス、これもあれよ、機械は市村さんですね。
桂歌丸はしゃぎすぎ歌丸です。あ、似てない。串口のシグマ&デルタ君わさび、はい、またね、はい、フレンチ父さんの日本暴走日記確かに日本でお別れですから。これもシグマ&デルタ君です。フルモンティ、はい、見た。見ました。面白いねあれね。イギリスブランブラン節うまいね。ブランブラン節、長崎ブランブラン節だったから埼玉県北谷わかりやすいよなお、ペンネームティコティコタックル君ブラックホークダウン、あれ実際あった戦闘のね、はい、あそこにいるみたいだったよな。怖かった。怖かったですね。もう俺はお前自分でこれで戦ってくれ、俺は自分でできない、足折れててパンパンパン止まなくなって怖え。追い詰められますよね。ブラックホークダウン落ちちゃう落ちちゃう落っこっちゃうよこれ有川君ですね今夜、はい、男子校の修学旅行確かに予想で悪い考えてるの悪い悪だくみだけ。工業高校ですよ、ね、工業高校確かに怖いわ。赤字塗っちゃうぜ。やめろやめろ。チアトリトル今2が来てますね、はい、ネズミの、はい、悲惨な小倉一郎悲惨だって港区の丸山隆之君チアトリトル、あ、また2の放題が来ました、はい、続岡本信人のはちゃめちゃ大冒険岡本信人さん北大玉郡のティコティコタックル君オーシャンズイレブン、はい、ありましたね、はい、ギャラの計算は山中一郎にお任せビッグスターだらけビッグスターだらけどういうツコミですかねブランプロは高いですからこれ男の映画ですからね男のギャラ高くするわけじゃんジュラロバーさんですね。いつも役者いいんですか。ジュラに男役出してほしいです。それこのキャスティングでは僕いくらもらえるんですか。いくらもらえる。自分の話。サウンドオブサイレンス。ああったね。豪州のアメリカンジョークイン冠婚金シアター。サウンドオブサイレンス。ああ。シリコン君練馬区シュレック。はい。花はじめとベッキーの珍道中あ似てる。花さん緑塗ってもらってベッキーだよな。ベッキーだよ。千歳の柴田康盛君透明人間、はい、もう放題なんですけどね小倉一郎巣を一気飲み消えてきそうな感じがどんな瞬間これうまい柴田くんうまいミセスダウト、はい、ロビン・ウィリアムス、はい、腕毛お手もやんこれあげましょう。かわいそういう感じだよな。秋田県池田正則くん郵便配達は二度ベルを割らす鳴らす、はい、やらしかったねあのキッチンのエッチシーンね郵便配達は二度ベルを鳴らす分かったようるせえな一回で分かりやったアイアムサム、これもすごい大ヒットですね。私はゴーシュです。アイアムサムってことですかわいそうだうまいなアイスエイジ、はい、アニメだね、はい、バンドエイジイン冷凍庫冷えた親指でも買って親指顔だからそうあのサンちゃんのゴルフ大会でなんかお医者さんにあんまり日焼けしちゃいけないって言われてて日焼け止め塗ってたんだけどそれが異様に白くてみんなに親指顔だひどいよね那覇市の末広良治改め安田大明神君南極物語の放題、はい、取り残された若松監督と柴田勲いやいや犬確かに犬顔ですけどどっちが太郎なんですかどっちが太郎かで揉めそうだよね俺が次郎だ太郎だ俺が次郎だって分かるマネートレインの放題、はい、大江戸線って建設費高かったよねそっちの那覇市の安田大明神君
寺内勘太郎一家の放題、はい、放題なのね。ガチンコファイトクラブ in 下町毎週喧嘩して確かに西条君骨折までして、神奈川県寒川町の皆方達彦君、ジャンリュック・ゴダール勝手に仕上がれの放題、この映画にはうちの主人は出演しておりません、バイ田中優子ジュリーの歌勝手に仕上がれ、あ難しいねいいネタですね。串吉のシグマンド・デルタ君、シュレックカエルの仮装をする名古屋明桜市のハローチツー君、スピード1の方ね、西村智美ブレーキを知らずにドライブアルマゲドン、ちょっと過激な雨に歌えばブエナビスタソシャルクラブ、頑張れローリングストーンズそうだ、ローリングストーンズもう50、60近いんだからな。ブレアウィッチプロジェクト、撮影野口五郎画面が揺れている猿の惑星放題、はい、猿は怖いその通り、船橋の薄井武君、いつもラビ言ってるけど本気でやられたら勝てないよ、うん、人間猿にきっと、あすごい迫力だもん。そうっすよね。ライジングさん、はい、駅前留学しろ日本語下手だふざけるな怒ったぞこっちへ来いサブカムチの本当ですよ、舐めてるのか舐めてますって言いたくなっちゃう括弧の巣の上でイージーライダーシャイニング、これの放題です、まとめて、それにつけてもジャック・ニコルソンの顔の怖さ確かに怖いですよ、怖いよな、あのシャイニングの最後なの、怖いやんだ怖い雪の中怖い、あれ60何回歩かされたんだって、うわキューブリックに、あの雪同じ歩き方すると怒られたんだって、それで本当におかしくなってくるわけわかんないですね、うわどうやっていいかわかんないな、そうそうそう、ジャック・ニコルソンが困ったんだぜ。宇多田ヒカル君ペンネーム、意味ねえ放題、冷静と情熱の間の放題、カホ、はい、と美穂の間寄せよそれはってことはカホさんが冷静で美穂さんが情熱だったねスターウォーズエピソード2の放題、大人になったら村井邦夫になってしまうスーハースーハー村井邦夫です、辛口トークですあの舞台面白かった、僕ダメだったね辛口褒めないなかなんで褒めないんだよそうですか、シベリア超特急の放題、にゃんにゃんゆりかもめなんでだろうところであの ありがてえちぐやくん、キャノンボール、おー私のことかね、打つ一件、いやいやいや、キャノンボール、カメラカメラ、キャノンボール、来週です。桜市のハローツー君が考えてくれました。意味ねえ夏祭りというのはいかがですか。はい、7月8月は全国各地で祭りが開催されています。そこで意味ねえ夏祭り、はい、考えてみましょう。例えば目黒川祭り、森だ開催時間は深夜2時。やけ酒タイム、参加者は櫓の周りを囲むように体育座りをし、常に斜め下を見ながら缶ビールをすります。 BGM はさだまさし、提灯の火は最初から消えています。 朝焼けに涙したら自由解散、自由解散いいね、夏祭りお待ちしてます。今日は、ラビーが、稽古きつくて、はい、暑かったりして、はい、倒れちゃいましたんでね、はい、あのもう舞台も近いということで、はい、この際ちょっと休んでくれということで、はい、私小堺鶴間有川そしてズン、はい、肋骨マニアが来てくれまして、はい、無事にエンディングを迎えられました。皆さんありがとうございました。ありがとうございました。でも本当にね、はい、あの舞台も本当に皆さん近いですから、はい、もうすぐだね。本当ですね。もうコンコン組行って、はい、その後すぐまた若手の、そうなんです、自信ちゃうんですよ。楽しいでしょ、でもそういうのって、やっとこれであの近所の人に何やってる人だろうって言われなくなりますもう言われないでしょ。そうですね、さすがに。でもこの前修学旅行の
東京に来てる子たちに握手してください伊沢さんって言われました。伊沢さん、伊沢さん、それだ、え、僕のこと伊沢って言ってました。いいよなのに、はい、あ、びっくりしました。ちょっと伝わりにくかったね今ね。いやいや頑張ってこい方はね、頑張ってこい。いいな安くんっていい話しいな、みんな男気あるよね。そうなんですね本当に、うん、一番ないのは誰。おじさん、あなたたちもおじさん、泳いだったら若いですよ。いや、いちさん、そうで学校なんですから、そこに向かいましょうですか。いちさん、ゴーシーはどうですか。ゴーシーさんもやっぱ元気に元気に余裕加えてます。余裕加えてる、余裕加えてる、なんかチチチチやってます。チチ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 観光金の方ラビー元気に戻ってくると思いますんで、シアタープルでぜひ応援お願いします。はい、お待ちしております。ありがとうございました。いはい、何かも行きましょう。はい、せーの、アッホーイエーイ。思ったよ、イエーイ。あ、普通に撮っちゃった。